外今までに絶対になかったタイプの映画作家性が強い映画の方に振り切ってきたのが今回の作品だったんですねアリアスターのファンだったらこの「棒は恐れている」は楽しめるというわけでもないんですね実はこの「棒の映画は今回が2回目なんですよそして、えー「某は恐れている」の評価なんですけども計測不可能ということになっております ジャンルが不明ということなんですね、えー、この映画はこのホラーコメディー冒険物語とこのどのジャンルにも該当するしどのジャンルにも該当しないといえる映画なんです。第1章2章3章4章が、えー、この、えー、3時間を構成していると、えー、これが一番重要なんですけど読まずに体験してほしいということなんです。 奇想天外今までに絶対にななかっったタイプの映画となっておりますこれ見てない人向けにこの前半の「棒は恐れている」の感想はお話しするんですけどもこんな映画です今まで見たことないタイプの映画だと思ってくださいで、えー、アリ・アスター監督っていうのは「ヘレディタリー継承」っていう映画と「ミッドサマー」を撮って今回3作目が「棒、えー、は恐れている」ということなんですけども ヘレ,ディタリーヘレディタリー継承の時はですね、2018年で最も怖い映画とか21世紀最高のホラーという評判が大手メディアでありましてでミッドサマーの時はは、まあ、あのマーティン・スコセッシ監督が彼の映画は単なる恐怖映画を超えているとか言って感,あの感想を言ってまして今回の「某は恐れている」にもあのスコセッシさんはコメントしてるんですけども,もうめちゃめちゃ褒められてるわけですよ。 で今回の某は恐れているということなんですけども、えー、今回の映画はですね天才作家による映画が生まれたとか大胆不敵で迷宮的そして邪悪な没入感がある長編三作名とか言われてて今回も結構、えー、褒められてるわけですねそんな作品なんですけども、えー、一方でですねもう全く意味不明なクソ映画とかって言われてるわけですよ な,なんでね賛否がものすごい分かれているということなんですで実際、えーまあ、アリアスター監督の映画の中で最も面白いとも言えるし最も難しくて難解な映画とも言える内容になってるんですねそこがこの評価を分けるポイントになってるわけなんですよそこがねこの棒は恐れているっていうのは結構特徴的なところがありましたでですねはい 賛否両論ということになっておりまして、あのいつものやつなんですけども、ロッテントマトっていうサイトがあって、まあ、これ世界的に有名な映画批評サイトなんですね。こちらのですね、あの満足度がですね、批評家からの満足度は67%、これ微妙なんですね。で一般の方からの、あの一般お客さんからの,あの評価は71%と、どっちにしても微妙という結果になっておりまして、 ね、批評家一般の、えー、ユーザーとも、えー、に大きく賛否が分かれた映画ということで、えー、今作ねんでこんなに賛否が分かれるのかというとものすごいね作家性の強い映画だったんですよ。であのアリアスター監督っていうのは今37歳なんで、まあ、この映画は36歳の時に撮ったということなんですけどもアリアスター監督若いんですけど ものすごくね作家性が強い映画の方に振り切ってきたのが今回の作品だったんですね。というところが特徴的。要はあの間口の狭い映画だったんですよね。だから、えー、と結構賛美の別れることになってると。で、えーと、これはですね、そのヘレディタリーのファンですとかミッドサマー好きですっていう人もこれは某はちょっと合わなかったみたいな感想が多かったりとかして結構ね、その アリアスターのファンだったらこの棒は恐れているは楽しめるというわけでもないんですね。そこも特徴になっております。であの逆にですね分かりやすい映画ってあるじゃないですか「あの鬼滅の刃」とかああいうね分かりやすい全部セリフで教えてくれる映画があの多い中でそういう映画にも嫌気のさしてる人難解なあの変な、えー、映画 えー、深読みできる映画が見たいんだ俺はっていう人はこの映画ぜひ見てもらいたいということなんですねそれでですねはい改めてその「某は恐れている」の作品の概要ということなんですけども、えー、なんと今回ですね179分もあるんですよ今までね2時間ぐらいで収まってたんですけどなんとね「某は恐れてる」3時間あるんですよ丸3時間あると でこれはですねアリアスター監督も語ってるんですけどもあのこの3時間という長い時間を体験してもらうことがこの映画の目的なんですね。どういうことかというと今までの「ヘリタリー伝承あ継承」とか「あのミッドサマー」とかってこの「これの意味はこうなのか」とかっていう考察がものすごいねはかどる映画なんですけどもこの「母は恐れている」っていうのはね もうそういうの置いといてこの3時間ね体験してくださいという映画になってますという意味であえて3時間にしているということなんですでそしてですねえー、ここにね監督制作原案脚本アリアスターって書いてるんですけどもこれ実はですね他の2作とはまた違ってですね原案っていうのがね入ってるんですこの原案っていうのはどういうことかというとえ実はこの某の映画は 今回が2回目なんですよ。アリアスター監督は短編映画を何本か撮った後に長編映画撮ってるんですけど短編映画で2011年に「ボウっていう映画をね実は撮ってるんですよ。で今回が「ボウの映画2個目なんですね。というところから「原案アリアスター」というのが入ってますと。でこれについてはまた後で詳しくやっていきます。で、フォアキン・フェニックスが主演と。 いうことなんですけども、えー、去年の12月に公開されたあのリドリー・スコット監督の「ナポレオン」あれのもう撮影が決まっててもう契約済みで、えー、ナポレオンの撮影開始待ちのホワキン・フェニックスにダメ元でお願いしたらもうすぐ OK してくれたらしくてでナポレオンの撮影が始まる前にこの「棒を恐れている」をなんと撮影したということなんですね。でそんな、えー「棒は恐れている」なんですけども。 まずねあらすじを改めてお話ししていくと、えー、些細なことでも不安になってしまう怖がりの男某は、えー、つい先ほどまで電話で会話していた母が突然開始したことを知るんで、えー、母の元へ駆けつけようとアパートの玄関を出るとそこはもういつもの日常ではなかったんですね。でその後も奇妙な あの予想外な出来事が次々に起こって、えー、現実なのか妄想なのかもわからないまま某、えー、は里帰り某、えー、の里帰りはいつしか壮大な旅へと変貌していくというのがあらすじでございまして、えー、要するに某、まあ、はあのお母さん大好きな人なんですけどお母さんがね突然お亡くなりになっちゃったと。で急いでねそのねお葬式をするのに急いでね 実家に帰らないといけないんですよ。で、実家に帰ろうとするんですけど、その道中がなんか普通のことじゃないことがいっぱい起こって、その道中が映画になっているということなんです。で、里帰り物語なんですね。で、アリアスター監督はこの映画のことを、まあ、どういう映画ですかって聞かれた時に、あの、オデッセイスリラーって言ってるんですよ。オデッセイスリラーってどういうことかというと、これオデッセイっていうのは、これ冒険物語とかで。 の時にあのオデッセイってよく言うんですけどこれもともとはね「オデュッセイヤ」っていうホメロスが書いた「オデュッセイヤ」という、えー、物語がございまして、えー、これは、えー、オデュッセウスという主人公がですねトロイア戦争に勝利してですねで実家に帰るんですけどその実家に帰る途中にさまざまな困難が出てきて、えー、結局すぐ帰れるはずの実家に10年かけて帰るというのが。 あのの有名なホメロスのオデュッセイアっていうやつででそのオデュッセイアから取って「オデッセイ」オデッセイっていう言葉が生まれたんですけどもこれがねまさにね今回ぴったりハマる表現になってましてちなみになんですけどその「オデュッセウス」に出てくる主人公がねあの命を助けられるあの場面があってその命助けてくれるのは王女さんなんですね。その王女様が 名前がナウシカっていうことで、えー、宮崎駿はこのねオデュッセウスからあのオデュッセイヤの物語からあのナウシカの名前を拝借したと言われておりますそんなねいろんな人がいろんな映画で、えー、引用しているこのオデュッセウスっていうやつがあって、えー、それの、えー、怖い版ということでスリラーだからオデッセイスリラーってアリアスター監督は言ってるわけなんですけどももう一つはね あのアリアスター監督この映画どんな映画ですかって言われた時にもう一つ答えてるのがあのユダヤ人にとってのロード・オブ・ザ・リングって言ってるんですけどロード・オブ・ザ・リングも実はあれはあの実家に帰る話なんですねだから実家に帰る中でもういろんなことが起こって物語になってますよというのがあのこの映画ですと。なんですがこのユダヤ人にとってのロード・オブ・ザ・リングっていうところがポイントでして。 このユダヤ人にとってのっていうこのキーワードについてはまたこの某の後半の解説過去作日本語った後に話す後半の解説でまたお話ししていきたいと思います。はい、そして某は恐れているの評価なんですけども計測不可能ということになっております。 いつもね、これ星1ですとか星5ですって言って評価つけてるんですけど、このね、棒は恐れている。評価がね、できません。もう今までもずーっと僕いろんな映画見てきたんですが、この棒は恐れているっていう映画は、どの映画とも比較できないし、全く新しいタイプの映画が出て,き出てきてるんで、評価がね、これね、できないんですよ。ただし、 面白いんですよね面白いのは間違いないと面白いんですただあの評価はね難しい映画なんですねこれね、まあ、僕の解説を聞いてもらえると、まあ、わかると思いますであのなんでこの評価をつけることができないのかというとあの評価は面白いんで評価は高いんですけどこれね あのアリアスター監督って今回の映画3本目なんですよねで4本目5本目6本目って今,今後出てくるはずなんですよでまだ37歳なんでまだまだで,できるんですよそれを4作目出たらまだ棒に帰って5作目出たら棒に帰って6回目見たら、えー、6作目出たら棒に帰ってっていう感じでまたね立ち返ってくる場所みたいな映画でもあるんですねという意味,意味で この某は恐れているの面白さって後から後から深まってくる感じの映画なんですよ。だから今の時点ではあの計測不可能ということに、えー、させていただきました。そしてですね、これ後でお話しするんですけど、この後半の某、某の解説でするんですけど、これね、君たちはどう生きるかとの共通点が非常に多い映画なんです。 これ何が共通点になってるのかっていうのは後で話をするんですけどものすごく共通点あるんです。というところであの今後のこのアリアスターの、えー、映画を見て君たちはどう生きるかに、えー、あのー、この棒は恐れているに立ち返るっていうのそういう意味でもありまして、えー、宮崎駿のこの君たちはどう生きるかっていうのを見てで過去作見てで君たちはどう生きるか見たらまた見え方変わったりするっていうねあれに近いんですよね。ただ あの一つだけもう確実なことっていうのはあの評価はつけれないんですけどあのアリアスター監督がやろうとしているその方向性に対しての映画表現は極めてクオリティが高いですもう本当にクオリティ高い映画なんですよだからそこは確実だと僕は思いますだからもしかしたらその星5でも足りないぐらいの傑作に あとあとなるかもわからないしっていうところなんですよで。ただ今の時点で面白くないわけでもない。面白いんですよ。だから計測不可能と、えー。今の中では評価できないんですけど、このアリアスター監督の映画僕大好きで、これ、ね、DVD もね、持ってるんですけど、この某は恐れているが僕の中で一番好きな映画なのも間違いないです。これだけは言っておきます。こんなぐらいね、面白かったんですけど、 わかんないんですよね、この映画ね。よくわかんない映画なんです。で何がわかんないのかというのをお話をしていくと、えー、まずね、ジャンルが不明ということなんですね。えー、この映画は、このホラー、コメディ冒険物語と、このどのジャンルにも該当するし、どのジャンルにも該当しないと言える映画なんです。しかも、内容が意味不明ということなんです。これはね、僕も意味不明なんです、僕から見ても。で しかし、このアリアスター監督の過去作からの流れを組んでいけば、意味がわかるかもしれないというのが、え今回のえ過去作日本を語る意味ですね。えこの某は恐れているのを、この前半の解説をした後に、この後半、えこの次に、あのヘレディタリーとミッドサマーの話するんですけど、そこであの聞いてもらえると、この某は恐れている,いるっていうのが、何か、なんかわかるかもしれないと。 いうのが、えー、今回の僕のの僕ライブ配信のこう目的でございまして、えー、今までですねこのねホラー映画の監督っていうイメージ強かったんですよ。ヘレディタリーとミッドサマーなんでね。ホラー映画の監督っていうイメージ強かったんですけど今回はホラー映画でもこないし。でよく考えてみればこうミッドサマーっていうのもこうホラー映画と言われてはいるんですけどホラー映画として、まあ、見ることもできるし。 また別の切り口もできる。だからホラーの、その、えー、ホラーの常識みたいなところを守ってる部分と崩してる部分が両方あるのがミッドサマーで、実は海外では、まあ日本ではミッドサマーって大絶賛なんですけど、海外では、あの、ホラー好きな人でもミッドサマーはダメですみたいな批判も実はあるんですよ。でも,ものすごいね、賛否分かれてる監督なんですね。というところでね、あの、 ジャンルが不明ということで僕たちがこの映画を見た時にこの映画をどれぐらい面白いのかっていうこのレベルをですねはか測るための物差しをですね僕たちはね持っていないという映画なんですよだからね計測不可能っていうそういうことなんですねこの映画ねすごく良かったです面白かったですっていう人とこれ面白くなかったですっていう人あのいろんな感想が今 SNS で流れてますけど あのね明確にねこういう理由で面白くないとかこういう理由で面白いっていうのを言葉にしてる人少ないと思うんですよ。っていうのはこれを測るための物差しを持ってる人がいないんですよね。それぐらい意味だから逆にですねこの映画見るのにあの今から見る人のために言うと今から見る人は。 何もこの今まで見た僕あの自分が見た今までの映画に当てはめずにただ見てほしいということをアドバイスとしてお伝えしておきます。はい。<laughs> そしてですね、えー、次のねこの棒は恐れている特徴のもう一つなんですけど、えー、4章プラスアルファの構成になっていると。 1> で第1章は「母の開始これあらすじでお話しした通りなんですけどえお母さんが亡くなってっていうところで,で第2章は「外科医の家族」が舞台になりましてで第3章は「旅回りの劇団」が舞台になりましてえここで例の「あの狼の家」っていうあのすごい映画を作ったスタッフがあの美術を担当してるんですけどねっていうのがありますと。 で第4章はちょっとネタバレになるんでハテナにしてるんですけどこの、えー、第1章2章3章4章が、えー、この、えー、3時間を構成しているということなんです。で、えー、1章ごとにかかる時間はちょうど40分なんです。で40分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 で。で えー、10分ぐらいの、えー、挿入されるシーンが、えー、2個ありましてちょうど1、えー、3時間になっているときれいに、えー、構成されてるんですねだからあの1章終わったらあ時計見ずにあの40分経ったなとあ2章終わったから80分経ったなという、えー、感覚がもうわかるようなきれいに40分ずつの、えー、1章ずつで、えー、4章構成になっているというのも特徴的です。で それぞれのこの章があの短編映画のように完成されてるっていうところもまた一つ特徴なんですね。だから一つのその第1章だけ撮っても映画にできるし第2章を撮っても映画にできるような、えー、全く違う舞台で主人公は同じなんですけど全く違う舞台で、えー、展開される完成されてる物語になってるというところも面白いところで。 で3時間長いっていうことを、えっと、見る前の人は思うかもしれないんですけどこれ実際見てみるとあの40分ずつに新しい物語が始まるぐらいの感じになるんであの全然飽きないんですよねだからそこがね良かったなと思いましたであのずっとね一貫して続くことは何かというと主人公がボーっていう、えー、このホーキン・フェニックスがやってるボーが 体験していくことっていうのは共通してるしえーずーっとねその棒にね災難が降りかかるんですけどそれも共通してるんですけどただ舞台とその登場人物はその章ごとにえ全部入れ替わってくるぐらい入れ替わるんですよそこがね面白いところでしたこの構成よくやったなって思いますねあの普通の映画だったら絶対やらない構成なんですよっていうのも あのその分だけのセットも用意しないとあかんいけないしえ脚本にその第1章第2章ってこの,あのぶつ切りになったらダメなんですよねちゃんとこの第4章までかけての流れを意識してえ配置していかないといけないんでかなり脚本としてのクオリティは求められる内容になるわけですよだからこの4章構成っていうのは難易度がものすごく高いんでこれねやる人ほとんどいないと思うんですけど、まあ、やっちゃってるんですよね だからこれ見たことない映画になってるっていうのも一つねこれが原因なのかなというところも実はあります。はいでですねもう一つですねまだ見る前の人のまだこの「棒は恐れている」を見る前の人にアドバイスするとしたらこれが一番重要なんですけど読まずに体験してほしいということなんです。このの映画をあの ヘレディタリー伝承あの継承とかミッドサマーみたいにあの深読みすることはいくらでもできる映画なんですけどものすごくねあの深みがある映画なんでその深みを1回目見た時にあの感じるぐらいの方がいいんですよ。それを一個一個について集中して考えてしまうともう次から次へとこう展開される物語についていけなくなっちゃうんでだからとりあえず1回目はこう深読みせずに。 体験してしてほいということをおすすめしますとということであのこの一個一個の要素を読み取っていくっていうのはあの僕以外の YouTube のやってる人がもういくらでもそういう動画上がると思うんですよ。みんなねやりたがる内容なんでねこの、えー、棒に出てきたこれのモチーフは、えー、こういう意味でこ,のこうなってて <laughs> みたいなのはいくらでもねやる人いると思うんでそれはね後からねぼちぼちね あの見ていいいったらいいと思うんですよだからあの映画見る前にそういうの見ずに予備知識なしでただただその某の物語を体験してほしいと体感してほしいそれがえ僕からのアドバイスです。であの果たしてそのあの何て言うかな映画を、まあ、考察 えー、某は恐れている考察とか某は恐れている解説とかって検索して見るその動画一個一個の意味を深掘りする動画に果たしてね意味があるのかっていうところにもなってくるんですよねあのそれをその理解してまあスッキリするかもしれないですけどその映画の面白みが深まるかどうかはまた別だと思うんですよそれはね映画を初めて見た時のその、えー、ファーストインプレッションで決まると思うんでねだからあのそこの ところに、えー、重点を置いていてほしとでこれはねアリアスター監督も、あのー、これを体験してほしいとそのためにこの179分もかけてあの長い尺の映画にしてるんだって言ってる通りで体験が、えー、重視されているとで後半の,その「棒、えー、は恐れている」の解説で言うんですけどこの映画ねユダヤ人が、まあ、主人公になっててアリアスター監督もユダヤ人なんですけど あのそれがえっと進行しているこの予武器っていうね旧約聖書の中の予ぶきっていうのがあってそこが元になっててとかいろいろあるんですよ。いろいろあるんですけどそれをねまあ一個一個ねあの取り上げて一個一個の動画にしていく人のやつが出るのをこれは待ちましょうと僕は思います。であのつまりねあの某がこの映画っていろんな災難が降りかかって某がとにかくえっ、ー、と 大変なななこととになっていくといくう映画なんですけど、それはね実はこの体験に意味があるって僕が何度も言ってるのはあのこれねまああとでちょっとネタバレにならないようにどうやって喋ったらいいかわからないんですけど、えー、後半の解説で言うんですけどそのさっきちょっと言った、えっと、ユダヤ人が信仰してるその旧約聖書の中の「呼ぶ鬼」っていう物語があってでそれは呼ぶっていう主人公があの どん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 あの起こる災難を <laughs> 受けていくっていう、えー、この映画と本当にそっくりな物語になっているんですけどそれはねあのその災難を受けていくことに意味があるんですよ。っていうところがポイントになっていてこの「某は恐れている」の映画も某が災難を受けていくのに僕たちが感情移入してうわこうなったらどうしようどうしようどうしようと思いながら某と一緒になって体験するっていうところ自体が意味のあることになってるんで。 あんまり、ね、そのねあの深読みしても仕方がないっていうのは深読みするのはまあ後からすればいいんですけどあの見てる1回目見てる時の最中に深読みして聞きがちるぐらいだったらもう完全に棒にシンクロしに行くつもりで見に行った方が楽しめると僕は思います。はい、それがね「まあ、あの棒は恐れているを」を、えー、まだ見ていない人のための、えー、解説ということになるんですけど、えー、見どころというか。 えー、この映画の,あの特徴というか、えー、そういうところを紹介したんですけども、えー、今からですねアアリアスター監督の、えー、話をしていきますお客さんを楽しませたいっていうのよりもこういうことを表現したいという方が勝った映画だったと思います、えー、君たちはどう生きるかとそのン、えー、は恐れているというのをちょっと比較してお話ししていきたいですねこれはねエディププススコンプレックスって何なのかというとう えー、お母さんに対して性的な,、えー、性的な感情を、えー、抱えてしまうというそういうのをエディプスコンプレックスって言うんですよお母さんからの呪縛がもうずっとねその主人公の某を苦しめてるわけですよホラーを利用して作った映画なんでもうあなた達たの求めているアリアスター監督はもういません皆さんが愛してくれたアリアスターはもういない立てよ国民目覚めろ国民